下請ダム。下請ダムは、大分県日田市と熊本県阿蘇群小国町に、またがる、一級河川、筑後川、水系杖川に建設されたダムである。国土交通省九州地方整備局が管理をする、国土交通省直轄ダムで、高さ98.0メートルのアーチ式、コンクリートダムである。1953年。 昭和28年6月の昭和28年西日本水害による被害を受け、筑後川水系治水基本計画の一環として、下流にある松原ダム、筑後川と同時に建設された特定多目的ダムであり、筑後川の治水と日田市への利水、水力発電を目的としている。また、菊池川水系とトンネルによって貯水を融通している。 ダム建設に伴って繰り広げられた日本最大級のダム反対運動、八の巣上紛争の舞台としても知られている。ダムによって形成された人造湖は八の巣上紛争にちなんで八の巣湖と命名された。なお、ダムの包み城は主要地方道の天ヶ瀬阿蘇線が通っている。1953年、昭和28年の昭和28年西日本水害を 景気に建設省、現国土交通省九州地方整備局は、多目的ダムによる洪水調節を図り、筑後川総合開発事業に基づき筑後川、本川に松原ダム、左室江川に下請けダムの建設を行った。両、ダムとも九百七十三年、昭和四十八年に完成し、現在は、国土交通省九州地方整備局筑後川ダム。 統合管理事務所によって総合的に管理されている。ダムの形式は、筑後川水系で、唯一のアーチ式、コンクリートダム。当初は、包み高108.0メートルで9門の非常用、洪水破棄と3門の常用洪水破棄を持つダムとして計画されていたが、後に計画変更となり、包み高を10メートル下げて98.0メートルと、し、洪水破棄も減らした。 目的は、洪水調節と発言であったが1977年、昭和52年により、松原ダムと共に再開発事業に着手。有明海の海苔養殖に必要ない自流量の確保のために不特定利水を追加、さらに、浄水道目的も追加した。現在は、福岡県、佐賀県の有明海漁業協同組合の要請を受けると養殖に必要ない自流量分を、 その土放流し、乗り生育を助ける重要な役割を担っている。また、度重なる洪水において上流からの流木をせき止め、下流への流動木災害を防いでいる。さらに導水トンネルを通して、流門ダム、菊池川水系狭間川のぐちじゃぐちことの間で導水を行い、滑水器における水の融通を図ることで有効な水資源の運用を行い、水不足に陥りやすい。 福岡都市圏への上水道供給を図っている。この下請ダム、松原ダム建設において、そして、日本の公共事業において避けて通れない問題として1958年、昭和33年から1971年、昭和46年まで13年間にわたって続いた、ダム史上最大の反対運、八の巣上紛争がある。1958年、 昭和33年、建設省九州地方建設局は、松原、下請ダムの実施計画調査を開始、水没予定地に住む住民への説明会を実施した。だが、この説明会は、ダム建設の必要性のみを説明し、住民の最大関心事である、保障問題について何一つ語られることはなかった。この説明不足に、 対して、室原智之を中心とした民は建設省に不信感を抱き、やがて小国庁において建設絶対反対の決議を採択することになった。これに対し、建設省はダム建設を早期に進めるため土地収容法に基づく流木伐採を行おうとした。この流木地主の中に室原がいたが、建設省の強引な対応に態度を降下させ、 今後一切の交渉断絶をせん。住民は玄関に建設省関係者立ち入り禁止の張り紙を、張り組織的な抵抗を図った。そして抵抗運動はさらに加速し、下請ム建設予定地の右岸2 9 5 9年、昭和34年取り出を建設し、住民が絶えず常駐して、監視を行った。これが、蜂の巣城である。室原は、 翌1959年、昭和35年に入ると建設省に対し、楠川にはダムを建設せず、地質の悪い大山川流域にのみダムを建設するのは問題など、筑後川総合開発事業の不備を15項目にわたって適した事業認定意見書を提出したが、建設省はこれに回答することなく4月に事業認定を行った。 室原はこれに対し事業認定の無効を求め行政、訴訟を起こすに至り、ダム建設の是非が法廷で問われることになった。この頃は安保闘争をはじめ全国的に労働運動が盛んな時期であったが、九州においても見池葬儀など活発であった。労働組合員や活動家等が支援し、特定企業、九州電力へ奉仕するためのダム建設反対という、 スローガンを掲げ反対活動を行った。事態は次第に彼らの思惑を大きく外れた反政府運動の様相を見せ始めた。この中で6月、九州地方建設局の大執行に対して杖川で乱闘事件、旧知検大執行水中乱闘事件が発生、ついに流血沙汰となり室原は公務執行妨害で7月に逮捕された。 この5事業は膠着化していった。1963年、昭和38年事業差し止めの行政訴訟は、室原らの敗訴となり、即時控訴した。だがこの頃になると反対派が分裂、分裂派は代替用地の取得と、早期生活再建を進めた。ダム建設絶対反対の町議会決議を採択していた、小国庁も、 条件付け賛成に転じ、室原は、孤立無援の戦いを強いられた。こうした中で6月ついに八の巣城が、落城、12月には控訴審でも敗訴判決が下され、行政訴訟の敗訴が確定した。室原は懲りずに1964年7月には、第二の八の巣城を建設する。しかし、1965年、昭和40年6月11日の明け方に、 第二の八の巣城も大執行により落城した。さらに同年分裂派が推進していた大体集団移転地の造成が開始され、ダム本体工事も開始されるようになった。室原は1970年昭和45年6月29日に死去し、激動の一生は幕を閉じることになったが、建設省は遺族との和解を模索し、11月建設省と、 室原家の和解がなった。そして13年の時を経て、下請け、松原両ダムは1973年に完成した。この、八の巣城紛争はこれ以降の日本の公共事業のあり方に極めて大きな影響を与えた。従来は、開発一辺倒で下流への利益のみを追求し、地元を帰り見なかったが、これ以後は、下流受益地のみならず水没予定地、 上流域の犠牲を被る地域の生活保護、産業振興がより重要視されることになった。室原の起こした行政訴訟は公共事業と基本的人権の整合性を世に問い、水没住民の財産権、憲法、第29条の保護の重要性を訴えた。このことは行政を大きく動かし、ダム管制の同年、水源地域対策特別措置法、略称、 水徳法が施行された。これは、水源地域住民の生活安定と福祉向上を図るため、計画的な産業基盤整備を行い地域振興を図ることを目的としている。これ以降多くのダム建設において、水徳法が適用され、日吉ダム、淀川水系桂川のように、一大観光地が形成される、等水源地域の成果に貢献している。この高線法、 特定多目的ダム法そして土地収容法の改正も行われ、より水没地域に配慮した法整備が行われた。一方、ダム建設が地元の合意がない限り着工されない傾向がより、顕著となったため、寺内ダムのように極めて短期間で妥結される例は、稀となり河川総合開発事業の長期化が顕在化した。八っぱダムや川辺川ダムのように、 本体着工が計画発表から50年経ってもなされていない例もある。地球温暖化による異常気象で毎年のように豪雨災害、滑水が頻発している現状で事業進捗の迅速性と水源地域住民への合意形成をどのように折り合いつけるか今後さらに問われている。室原が考案した大執行の妨害はユニークなものが多く川に たくさんのアヒルを放し、牛や馬までも抗議活動に参加させたり、糞尿をばらまいたり、蜂の巣性のあちこちに水道管を張り巡らせた、周囲の木に支援者の名札をくくりつけ、逃走記念樹対抗していった。逃走記念樹については、現在の公共事業の反対運動に見られる、立ち着トラストの原点と言われている。室原は現在でも見られる、猛目的。 ダム建設反対論者であったわけではなく、地元をいかがに守り活性化させていくかを最優先に考えていた。ゆえに、ダム建設後の町のあり方を反対運動の最中にも考えていた。建設省幹部との交渉、交流の中で、室原は、周辺整備についての意見をたびたび行い、地域住民が利用しやすい道路整備、湖水との景観に配慮した、橋梁、トンネルの建設、 観光資源活用のための遊覧船修航等を要望し、それらはすべて建設省によって取り入れられている。水源地域の北郡内船長はダム建設を機に特産品の育成を図るべく梅栽培を始め、これが後の市村はじめ品運動の講師となっており、北市とが合併した後も自立した産業育成に努めている。ダム湖は1988年、 昭和63年に、蜂の巣こと名付けられたが、これは、蜂の巣上紛争にちなんでおり、公共事業のあり方を大きく変えたこの運動を、忘れないという思いが込められている。また、下請ダムの名板にある、下請ダムの文字は室原が書いた、下請ダム反対の看板を建設省が勝手に移したものである。蜂の巣上紛争と共に、 公共事業を進める上で明記されなければならない意識として、室原の次の言葉がある。公共事業は理にかない、法にかない、情にかなわなければならない。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。